M1917 リボルバーはアメリカで設計された2種類の45固形6連発回転式拳銃である。正式名称はユナイテッド・ステーツ・リボルバー・キャリバー 45M1917。1917年にこの名称で採用された拳銃は2種類あり、片方はコルトが、もう片方は S&W が設計を担った。 これらは軍部の要請に基づき相談数や後継こそ統一されていたものの全く異なる製品である。これら2種類のリボルバーは主に2009部隊や後方展開部隊に警備、自衛用として配備された。第1次世界大戦参戦の直前、アメリカ陸軍はおよそ9万3000人からなっており、コルトやスプリングフィールド造兵将が製造した5万5800丁の M1911 拳銃が配備されていた。しかし、参戦に伴う動員によって陸軍は300万人程度まで拡大することが予想され、拳銃はこのうち60%の人員に配備する必要があった。こうした急激な軍の拡大は、M1911 を含む核子化の供給不足へとつながった。この問題への暫定的な対応として、軍部は、 重機採用手の2社、すなわち、コルトと S&W が民生市場向けに製造していた大型リボルバーに注目した。しかし、弾薬供給上の混乱を避けるべく、45ロングコルト弾を用いるコルト M1909 ニューサービスの再採用は却下され、現行の標準環球拳銃弾である、45ACP 弾への対応が求められたのである。 四十五 a c p 弾は本来は自動拳銃用の弾薬であり、回転式拳銃の弾薬としては薬莢形状の問題があり、そのままでの使用には適さない。自動拳銃用の弾薬は通常は、薬莢の底板の直径は薬莢本体の直径を超えることはないが、回転式拳銃用の弾薬としては、底板の直径が薬莢本体より大きい有機円式の形状でなければ、 回転式拳銃の和動式断層の後端に弾薬を固定することができないため、撃鉄が弾底を叩いた時に弾薬全体は前に押し出されてしまい、激心が新管に届かない、撃鉄が十分な力で新管を叩くことができない、といった理由から発火不良となってしまう可能性が高まる上、発砲後に、 シリンダーの内部に張り付いた薬莢が通常の手段では取り出せなくなってしまうためである。この問題に対処するため、両者とも 45ACP 弾の薬莢抽出のためにハーフムーンクリップという補助具を使用した。これは半月型の薄い金属製のクリップに 45ACP 弾の底板の溝をはめ込むことにより複数発を束ねることで 回転式拳銃用の有機塩式薬莢と同様に持ち入れるようにするものである。このハーフムーンクリップを開発したのは S&W であり、特許も同社が取得していたが、軍部の要請により、この製品に関してはコルトも自社製 M1917 向けに自由に使うことができた。コルト M1917 コルトは以前にも軍用回転式拳銃の供給を行っている。 コルト M1909 は同社が生産していたコルトニューサービスのヘビーフレームモデルで45ロングコルト弾を使用する米非戦争際にストッピングパワーの不足が指摘された38口径 S&W 製リボルバーを更新する目的で採用されたコルト M1917 はコルト M1909 とほぼ同一の設計でリムレスの 45ACP 弾を保持するために、シリンダーのサイズが変更されているほか、ハーフムーンクリップを取り付けるための隙間も作られた。初期型のコルト M1917 には、余剰品として残されていた、ニューサービスのシリンダーを削ったものが使用されており、ハーフムーンクリップを用いないで装填を行った場合、弾丸が奥まで入りすぎて前方から滑り落ちることもあった。当初、 コルト M1917 で使用する 45ACP 弾は3連発ハーフムーンクリップに止めた状態のものを8つ1セットとして10と同時に供給されていたのだがクリップに止められていない状態の弾薬がこれ以前に大量に供給されていたこともあり後にシリンダーのヘッドスペースが調整されクリップを使わずとも装填ができるように改善が図られたなお S&WM1917 では当初からヘッドスペースを 45ACP 弾に合わせて調整している。最終型ではハーフムーンクリップを用いずに装填が行えるようになったが、それでも不発は完全にはなくならず、信頼性に問題があった。また、射撃後には鉛筆やクリーニングロッドなどの細い棒でシリンダーの装弾口前面より薬卿を手作業で、 突き出す必要があり、この点が非常に不評であった。S&WM1917S&WM1917 は、S&W が民生市場向けに生産していた44ハンドエジェクターを原型とする44ハンドエジェクターの後継を 45ACP 弾に適用させた上で、ハーフムーンクリップを取り付けるためにシリンダーをわずかに短縮し、 握りの部分にランヤード用の釣り輪が追加されている。また、S&W は M1917 の生産に先立つ1914年夏にイギリス政府からの要請を受け、455ウェブリー弾仕様のハンドエジェクターを設計した。このモデルは1916年までイギリス製ウェブリーリボルバーの生産不足を補う目的で生産されていた。コルトと S&W の M1917 で共通して使用されるハーフムーンクリップは当時の S&W 社長ジョセフ・ウェイソンによって発明されたもので最初のリボルバー用スピードローダーとも言われている S&WM1917 は開発の当初からシリンダーが 45ACP 弾向けに加工されていたそのためハーフムーンクリップを用いない場合でも コルト M1917 に比べて激発の信頼性が高かった。ただし、ハイ・サヤキはリムレス弾に対応していないため、ハイ・サヤはやはり鉛筆やクリーニングロッドなどの細い棒でシリンダーの相談口前面より薬莢を突き出す必要があった。なお元々 S&WM1917 はブルーイング仕上げによって表面が青く染められており、 その青黒い外観が大きな特徴とされていたが、第二次世界大戦前後には表面処理はパーカライジング処理に転換されており、この処理に切り替えられたものは艶消しの鉄色となっている。第一次世界大戦中、十分な生産を実現するため、S&W 社は政府の管理下に置かれた。これは一時的な措置ではあったものの、同社がウェッソン一族の手を離れた。 最初の事例であった。終戦までの製造数は163,476兆ほどと言われている。社員からは単に緩急型とも呼ばれた。1945年頃、在庫として残されていた S&WM1917 が枯渇し、S&W 社は民生市場向けモデルを新たに生産し始めた。基本的には、 軍用 M1917 と同等の銃だが、軍財産を示す刻印はなく、チェッカリングが施された、くるみ材のグリップを備えていた。民生用モデルは1949年に生産が終了した。売り上げは中程度だったが、S&W 社による S&WM22 や S&WM625 といった、45ACP 弾、使用リボルバーの開発につながった。 S&WM1917 と 45ACP 弾用フルムーンクリップ。中央の二つが45オートリム弾第一次世界大戦後多くの M1917 は余剰在庫として民生市場や警察向けに放出された。また民生向けの新規調達も行われている。しかし民間市場ではハーフムーンクリップが非常に不評であった。 ハーフムーンクリップは弾丸の着脱が煩雑だとして敬遠されたが、これを用いない場合は、いずれの AM1917 もしばしば不発が起こったのである。こうした意見を背景に、ピーターズ弾薬社は1920年に45オートリム弾と呼ばれる実砲を設計した。これは 45ACP 弾をリムド仕様に改めたもので、 いずれの M1917 でもクリップを用いることなく確実に撃破することが可能である。1950年代後半から1960年代には、コルト S&W の両者とも通信販売を用いて安価で M1917 を販売した。軍用としては、第一次大戦後も使用された。例えば1937年には、 ブラジルが2万5000丁の S&WM1917 をブラジル軍向けに調達している。ブラジルに輸出された M1917 は M1937 やブラジル契約型 M1917 と俗称される。側面にはブラジルの国章が刻まれており、リアサイトの形状が改められているほか、グリップも民生用と同じチェッカーグリップに改められている。 ただし、一部は、グリップの交換が行われなかった。第二次世界大戦が勃発すると、やはり大規模な動員によって、火器の不足が起こった。予備兵器として残されていた M1917、リボルバーは、自動拳銃の不足を補うために配備され、主に憲兵隊などの広報部隊で使われたほか、迫撃砲や機関銃を運用する兵士らの自衛用火器としても使われた。 太平洋戦争後、日本の占領統治を行っていた連合国軍最高司令官総司令部は治安の悪化を受けて日本の警察に対して拳銃の携帯を許可した。この際に日本軍から接収していた14年式拳銃などが支給されたが状態が悪く数量も不足していたため昭和25年に代わりに アメリカ軍で余剰在庫になっていた M1917 や M1911 などのアメリカ軍の拳銃が対応されることとなった。これらの銃は昭和30年に日本に正式に譲渡され、その後日本警察に配備された M1917 は昭和50年代まで使用された。M1911 に代表される自動拳銃が主に刑事部の捜査官に必要な 才のみ傾向されたのに、しかし、供与された時点で、すでに対応年数を過ぎて、動作不良や精度低下をきたしていたものが多く、大きく重いために常時携帯の負担が大きい上、45口径の弾薬は、警察用としては、威力課題である、という問題も指摘されており、実際に傾向する現場からの評判は、必ずしも高いものではなかったとされる。 M1917 は1960年代に入ってより後継である国産のニューナンブ M60 回転式拳銃に更新されてゆき、1980年代までにほぼ全てが用途廃止となった。ありがとうございます。